雲の中では何が起こっているのか、雲をつかもうとしている話、荒木健太郎です。塩田美奈子です。今日は、塩田さんと一緒に、防災担当者向けに、本書の紹介をしていきたいと思います。で、今回塩田さんと一緒にメッセージを送りしたいのは、実際に国とかですね、地方自治体、また民間の気象会社とかで実際現場で気象防災業務に従事されている方に向けてメッセージを伝えたいと思っています。塩田さんは今どういったところで勤務をされてますか？はい、私は、新千歳の空港の測候所で働いています。で、やっぱり塩田さん現場の方でその第一線で防災業務に当たられていると思うんですけれども、はい、今回ですね、そういった、まさに塩田さんのようなですね、現場で体を張ってこう頑張ってるっていう方に向けてですね、ぜひ私はこう塩田さんのような職員の方をサポートしたいということで、はい、本書の執筆をしています。で、ここに書いてますように体系的な学習をぜひこの一冊でっていうことで、私も実際その地方の現場で働いてた経験があるんで、その状況どういうふうになってるかっていうのを分かってるわけなんですけれども、やっぱり苦労は多いと思います。はい、で、現場の問題点っていうのはこういっぱいあって、やっぱりその現場は24時間回さないといけないので、どうしても不規則な勤務体系になってしまうんですね。夜勤があったり。塩田さん、夜勤はされてますか？はい、5日に1遍も入ってます。その勤務体系ってどういうふうにしてます？はい、5日の周期ってどうなってますか？日勤をやって、また日勤で夜勤明けの日があって休みという流れですね。はい、私もそうだったんですけど、やっぱ夜勤挟むと非常に生活リズムが崩れちゃいます ね。で、やっぱり現業以外にもやらなきゃいけない仕事っていっぱいあって、私もそういう仕事で塩田さんと何度かやり取りさせてもらったと思うんですけど、調査研究ですとか予報の技術を、向上させる取り組みとか、やっぱりいろいろやることあるんです ね。現場にいる人はまとまったその勉強する時間を取れないっていうのが、一つ問題としてあるわけです。で、それ以外にも、その現場はですね、どうしても人事異動がつきものですね。はい、で、私がいたところだと2年に1回とか、そういう、短いと1年とかで、はい、そうですね。やっぱりそういう同じような状況です。はい、私もそれぐらいで転勤があります。それで今のところにいらっしゃるわけなんですよね。で、やっぱりその人事異動の話があって、そのある一つ の気象官所とかですね、その部署に腰を据えてこう教えてくれる指導者がいないっていうのはやっぱり問題なんですね。こう教えてくれる人がいたとしても、その人がいなくなっちゃうと、定期的な勉強会続けられないとか、そういう現場独特というか独自の問題がやっぱりあると思います。で、はい、それだけじゃなくて、ここにありますけれども、こちらですね、よく出てくる気象学の教科書なんですけれども、創刊気象学入門っていって気象学の教科書です。で、これ、パッと見てもらえると分かると思うんですけど、やっぱり数式が多いんですよね。で、気象学って物理学なので、どうしても数式が出てきます。で、現場にいる方ってその現象をすごくいっぱい見てるんですけど、数式いきなりこう出されて、数式まみれの教科書をこう持ってこられても、これ自力でやるのって相当厳しいですよね。はい、そうですね。で、やっぱり大学教養レベルとかそのぐらいの数式の知識があっても厳しいところって出てくるんで、自分でやるのって相当辛いですよね。だいぶハードルが高い。で、この書籍目的としているのは、従来 の教科書よりももっともっと全然手軽に読める、そんな書籍を目指して書いてます。で、数式はやっぱりその現象を記述するために必要な、知識であり方法でもあるわけなんですけれども、実際にその現象現場で見てる予報担当者の
人たちっていうのはその現象がどういうふうに起こっているかっていう、こうイメージを大事にしている人が多いんですけれども、うん、そこってこうギャップが非常に大きいと私は思っていて、その数式で何を言ってるかっていうのをイメージとつなげるっていう作業がかなりしんどいというか、はい、自力でやるのはかなり難しいですよね、うん、はい、でそれをこんなふうにもつなげちゃおうというのがあのこの書籍の目的です、うん、はい、そこがつながればもう本望ですね、はい、というところです。でこちらがあの書籍のカバーデザインです。あのこれ見て塩田さんどう思います？この雲の中でやっぱりいろんなものがあると思うんですけれども、はい、あのこういうのってこうあんまり雲をこうパッと見ただけでは想像つかないと思うんですけど。そうですね、想像つかないです。勉強して初めてなんかあ怒ってるのかなって想像するくらいですけど、はい、でやっぱりそのイメージ、その勉強するっていうとっかかりがですね、特に雲の中で、どういう粒子があるとかっていう話はですね、数式まみれの、テキストって非常に多いわけですね。だからイメージしにくいと。それを解決するために、この書籍の中では、登場人物がいっぱい出てきます。でこのパーセル君っていう、なんかほっぺたちょっと赤くなってるようなやつがいますけどあのこういうパーセル君とか、あとはですねこのクラウドンつって、あの、まあ、雲なんですけど、雲の中に、上昇するこう登っちゃってるテンション上がっちゃってるやつと、あと落ち込んじゃってるこの下降流っていうのがいるわけなんですね。でその他にも、水蒸気とか水滴とか氷床とか、まあ、いろんなキャラクターがいっぱい雲の中には存在しています。で、まあ、その他にも、まあ、多くのキャラクターが出てきて、気象の、まあ、実際の現象の中で何が起こってるかっていうのを、説明しているのが、まあ、本書になるわけです、うん、はい、であの実際もうすでに塩田さんも読まれてると思うんですけれども、はい、こういうキャラクター見てどう思いました？あ、面白いですね。可愛いし、なんか可愛い、はい、読んでて楽しいですこれ何に似てますかね、この水滴。なんかアザラシとかって言われるんですけど、アザラシ見えます？確かに見えますね。こういうなんかキャラクターいそうだな、はい、キャラクターは、まあまあ、本書のオリジナルということで、まあ、出てきていろんな説明をしてくれます。で本書はですねこの6章構成になっていて、まず第1章と第2章で、基礎のおさらいをしています。で、まあ、大気のですね、熱力学、力学ですね、まあ、そして雲物理とかは第3章以降でいくんですけれども、第1章第2章でそういった熱力学、力学というこういかにも数式いっぱい出てきてわけわかんないところをあのイラストで説明しちゃいます。で、まあ、あの第1章第2章ではですね、あのこんなふうにあの雲の写真、まあ、これ十種雲形なんですけれども、こういう写真をいっぱい出てきます。だから、まあ、目で見たのと一緒なんでこれイメージしやすいですね。で他にもですね、あのこういうキャラクターたちに大活躍してもらって、あのわけわかんない現象を、頭の中でイメージしようという話です。であのここに書いてあるのがこれ気圧、こう高気圧低気圧がいますよね。でこう、はい、私と塩田さんがこういうふうにこう、もう押し合いますよね。こう押し合うとどっちが強いって、やっぱ男の方が強いわけですね。で力が強い方がこう向こうにこうその間にある空気を押しちゃうわけですよね、うん、でそれが風なんですよね、はい、気圧経度力、うん、まあ、その説明をこういうわけわかんない押し合いとかで説明してます。で普通の教科書には書いてないような大気光学現象と呼ばれるような、現象もですね本書の中では扱っています。あの私他 の, その現場で働いている人にあの実際に聞いた話なんですけど、はい、そういうテキストってあてか研修の中でそういう大気光学現象を扱っているのってないと思うんですけど、問い合わせっていっぱいないですか？あ、ありますね。私も問い合わせいっぱい受けて、はい、あの困ったことがあって、うん、何なんって聞かれてよくわかんないなと思って先輩に聞いたりとかってしたんですけど、うん、あ、そうなんですね、うん、で、まあ、そういう仕組みをですねこの書籍の中では扱っています、うん、でさらに第3章以降では、雲の中の何が起こっているかという深いところに突っ込んでいくわけなんですけれども、特に第4章第5章では、まあ、塩田さんのような現場第一線で働く方にぜひ読んでいただきたいというその気象防災業務に、密接しているような、雲についての話題が多く含まれています。
で、まあこれ天気いい時なんですけれども、例えば夏の暑い日にこういうような雲がこうぷかぷか浮かんでるようなことって結構、これ、今ご覧になって皆さん見たことあると思います。で、塩田さんもこういうのいっぱいあると思いますけれども、はい、これ見てどう思いますか？なんか感じることありますか？あ、今あの発生して発達してるのかなとか、あ、これがそんな感じですか？これぷかぷか浮かんでる。はい、はい、でぷかぷか浮かんでるこの雲の中で何が起こってるかっていうのを説明しているのがこちらです。で、実際にその目で見た雲がですね、その、まあ、雲ってなんか声を出してるわけですよ。声を出してて私たちに何か訴えかけてるんですけどその声を聞いてやるっていうのが本社の役割なんですね。で、まあ、その雲がですね、こうもくもくして綿みたいになってるのはですね、その中の空気がこう乱れてるから、そういう綿みたいなもくもくした形になってるんですね。で、その他にもですね、さっきの雲のこう下の方は平らになってるけど上の方はもくもくしてますよね。で、これは、その下の高度のところでちょうど雲ができていて、その中には上昇流があって、もくもくしててっぺんのところで雲の粒が蒸発してるっていうことなんですね。まあ、こういうふうに想像すると、そこ雲があるその場所で、どういう大気の構造になっているかっていうのはちょっと想像できますよね。そこから雲ができるっていうことは、まあ、それより上が湿ってる、まあ、そこがいわゆる持ち上げ凝結構造になってるわけです。で、これがその雲ができる大気の構造を示しているものなんですけれども、雲の底になっているところって基本的にその持ち上げ凝結構造になっているところっていうのが多いんですけど、うん、はい、そのてっぺんのところがちょうど雲が発達できる構造なんですね、うん、だからその雲を見た時に大気の構造どうなっているっていう想像ができる、うん、できちゃうわけです。まあ、そういうふうな観点で雲を見ていくと、雲が発している声っていうのを我々人間も聞くことができるんですね。でも実際に防災業務やってる中では、まあそれだけではなくてやっぱり必要な知識ってあって、その竜巻とかがなぜ起きるのかとか、豪雪が起こるときにはどういう条件で起こっているのか、まあ、そういう実際に現場で使う知識って絶対必要だと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、そういうのって体系的にまとめられた書籍って実はあまりなくて、うん、まあ、そういうところもぜひフォローしてサポートできるようにこの書籍の中では、まあ、結構突っ込んだところまで書いて説明をしています。で、まあ、日本はよく言われるのは災害大国って言われてますよね。で、昔から気象災害ってやっぱり多かったわけなんですけれども、うん、はい、最近もその科学が進歩して予測技術は確実に向上しているにもかかわらず、それでも気象災害っていうのはなくなってないわけなんですよね、うん、はい、で、それはやっぱりその気象大気現象としてまあ、いろんな現象が起こってるからなんですけれども、まあ、塩田さんをはじめとする実際に現場、まあ、第一線で働いている方たちっていうのはその国民の皆さんの命を守るための防災情報を実際に頭を悩ましてすごく苦労して汗水垂らして作って発信しているわけなんですね、うん、でもやっぱりその最初に言ったようにそのまとまった体系的な学習をする時間を取れないとか指導者がいないとかいろんな問題があると。ですからこの書籍の中ではですね、実際にその現場で働く人たちに、もっともっと、自信を持った、解析を行ってより良い防災情報を発表してもらいたい。で、さらに、もう一つはこれからの予報担当者が求められるのは、地方自治体の、まあ、実際にもう一人 その防災担当者とやり取りをする上で、実際今どうなっていてこれからどうなりそうかっていう解説をする技術が絶対求められる時代になってきているんですね、はい、だからその上でその自信を持った解析や解説をするっていうところをぜひサポートしたいというところがこの本書の目的であるわけです。で、その上でですね、イラストいっぱい出てきて可愛いっていうコメントを塩田さんにいただきましたけど、そんな中で勉強していく中で楽しく防災を、したいというのが、私の目的でもあるんですね、まあ、楽しければ続けられるし、さらにその次々っていうふうにこうつながっていくと私は思ってるんですけど、うん、はい、はい、そうですね
で、そんなわけで、今日塩田さんとお話をしていたのは、実際にその現場で頑張って作業されている防災担当者の方に、ぜひあの本書を読んでもらって、そしてその上で、楽しい防災を、展開していって、さらに、より良い防災情報を発表していただきたいという、そういう思いがあるからです。で、塩田さんも実際その現場で働かれていますので、この書籍を持ってですね、現場に帰って、はい、あの、はい、ぜひあのいろんな方を指導して、あの現場をより良くするというところにつなげていただければと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、というわけで、今日は、現場の第一線で働く塩田さんとお送りしました。どうもありがとうございました。